16号行ってよ、千葉北行って高速乗ってよ、お前らギャル出しろ。何分おきぐらいの感じでしたね。走ってる最中でも止めて飛ばされたりとか、そんなことあらでしたよ。もうそれこそ火炎瓶持ち出してみたりとか、もう盗難車の車とかでもう跳ね飛ばしてたりとか、はちゃめちゃな時代だったんですよ。腐ったみかんはいらないのタイプなんですよ。泣いて帰ったやつもいますよ。悔しくて、はい、その直後ですよね。もうそのまま120キロとか130キロぐらいでもずっと17号カーチェイスですから、